エアカザフスタンとは、かつて中央アジアのカザフスタンで運行されていた航空会社である。日本ではカザフスタイ航空との表記が使われていた。1996年10月8日にカザフスタイ国営として設立されたが、当初はカザフスタンエアウェイズとの英語表記を使用していた。1997年3月10日にエアー、コザックストンへ、 さらに2001年にエアーカザフスタンと表記が変更されている。カザフスタン国内だけでなく近隣諸国への国際線を運行していたが、多額の債務のために2004年2月29日を最後に運行を停止し、同国の裁判所から2004年4月に破産宣告された。エアーカザフスタンの運行路線とフラッグキャリアの地位はエアースタナに移管された。 1996年11月12日に1907便がインドのニューデリー上空でサウジアラビア航空のボーイング747と空中衝突し、双方とも墜落し349人全員が犠牲になる大事故ニューデリー空中衝突事故を引き起こしている。事故原因としてエアカザフスタン側の操縦乗員が 航空管制官の指示に従わなかったことであるとされた。これは国際航空言語である英語によって行われる管制官の指示をよく理解していなかったことが一因であるとされている。2004年の時点で以下の航空機を保有していた。A310 から300つ -154M 約 -42737 から200。ありがとうございます。